バロ、なんか言ってみろよ。お前何やってたんだ、いつも。俺はトラッパーだけど、1日目も2日目も3日目も何もしてねえよ。俺はトラッパーだ。どこにも仕掛けてね。お前何してんの、とりあえず。行くぞ、321ロックオフ。ロックオフ。なるほどな。お前のことバカって言っといて、俺がバカだった。ごめんな。兄ちゃんと僕バカじゃねえ。愛し兄弟、サッカー以外点でダメだからな。な、今回俺はインポスターじゃねえ。だから、いっぱい叫んでるもん。インポスターじゃねえからいっぱい喋るつっちゃったな、今。仕事しろよ、みんなちゃんと。今日は下もつげ兄貴をブサイクネタでいじれねえのか。絶対に来るな。死にたくない。お邪魔します。日本の夜明けが近いぜよ。龍馬がいる。坂本龍馬。はいはいはい。みんな生きてるな。死んだセリフだね。俺はね、ちゃんと仕事したよ。出た。おっと。うんうん。なんだ。あら、あれ、はいはい、もう確定、確定。おお、すごいやり合ったら面白かったね。イサギくんが何の役職だかもう分かったでしょ。ちゃんとネズミだった。緑、緑ネズミ。俺じゃバカかも。エゴインベスティゲーターって出てる。俺もいいか、インベスティゲーターで。エゴのところ見、それで緑色のインベスティゲーター。お前大丈夫か大丈夫か、見えてないけど。かわいいな。緑色のインベーダーね。インベスティゲーターな、うん、俺宇宙人でも何でもないから。とエゴはそのインベスティゲーター確定なんだな。そうだな、俺は緑のインベスティゲーターだ。で一応赤の方は、一応赤の方は赤じゃなくて青だった。キラくんと俺とエリンとエゴはここ、まあ役職は確定かな。あ、俺はイサギを見に行ったぞ。これ俺とエゴに関してはこれ緑緑、どっちも緑緑で確定していいと思うから。俺らは白い。キラくんとリンに関してはネズミとインベスティゲーターではあるけど、うん、まだ確定してないから。その通りだ。まだ殺しが起きてないから、お前らが完全に白ってことはないぞ。役職はそれで合ってるんだよ。インベスティゲーターでイサギ陽一を見たら緑のネズミだった。あと魔術師だな。なんか青出がちだな。行動を起こしてるわけだから無理だよな。インベスティ大丈夫？インベスティゲーターな。スキップしてよ。エゴイストだな。今夜たくは不二家のポップキャンディ。お前この刑務所にちゃんと舐め終わるよ。うまっ。かじれかじれ。最近国神お腹出てきてるからな。うまっ。出てる。俺もこいつ国神筋肉って名前じゃねえんだもん。これ俺。あれが。あ、お、あ、ライチ。お前絶対バカだろ。お前絶対バカ。ライチ絶対バカだろこれ。お前俺用やった。ネズミしかいねえ。お前も絶対バカだろこれ。ネズミしかいねえぞマジで。やばいやばい。これバカでもそうなるのか。バカでもそうなる実際。おお、サバイバーだ。俺サバイバー。あー、なるほど。なんで守らなかったんだ。言っとけよお前。サバイバーって生き残ってたらどっちの陣営でも勝ちになるんだよ実際。そうなんだ。だから普通に役職なんて言ってくれて構わねえんだよ。俺サバイバーだからって。あいつバカだな。俺はいい年さえ見てトラッパーだった。あ、じゃあバカだ。バカじゃねえか。お前はバカだ。帰れ帰れバカが。で、バカが。いい年さえはどうだった。寝てろバカ。俺はな、見かけレオを見てな、魔術師だった。バカだバカだ。バカじゃねえか。バカに。お前帰れって言ったけどバカじゃねえか。お前らどっちもバカじゃねえか。ついで言うと俺もバカだ。俺インベスティゲーターって出てんだけど、一旦目にストーカー野郎見に行った。挑発者とネズミだ。でネズミはあのインポスターだった。あ、はいはいはい。二旦目はエゴを見に行った。サバイバーもトラッパーの緑だった。だから多分俺はバカだ。バカだ。あ、そうだな、バカだよね。ライチでもさ、実際ネズミで何インポスターとして当たってんだろ鬼側で。俺のやつ今回まあネズミでサイを見てで、まあ違うと偽装できるんじゃないの。あえて違う役職を言った。当たってたけどあえて違う役職を言ったみたいな。はっきり言うぞ、うん、俺にそこまで頭が回るだけの知恵があると思ってるだろう。お前は俺のことを誰も分かってない。セットチームとしてやってきたお前の経験は全てもう全部
うるせえよ。占領すべて占領って何。いやあのさキラリオスケがさ、イサギにネズミでやったでしょ。でネズミだったんだよね。ネズミっていうのはバカのネズミって可能性はないのか。緑ではあった。まあ俺がバカの可能性もあるよ、もちろん。でエゴに対してネズミでインベスティゲーターつって、エゴは昨日の夜キラリオスケをインベスティゲーターで見たら赤のネズミだったぞ。じゃあ俺赤のネズミってことになるけど。あれあれあれ、でもそもそも役職の人数的におかしいんだよな。いや実際そうなんだよな。そうそうそう、サエとライチでここネズミネズミでバカが決まってるんだったら、でレオがバカって決まってるんだったらもう3人出てて、うん、でリンが会議終了だよ。うるせえバカ、バカやばい。おやおや、お前いいのか、いいのか。あバイバーイ。やばい、親知らず欠けた、親知らず欠けたってやばい。そこ二人か、そこだ。あ、インベスティゲーターだ。本当じゃん。ってことは、え、てか待って、俺じゃあ待って、書くじゃん、ネズミ書くだね。赤書くやん。お前書くやん。もう一個の役職何だったんだよ。じゃあこれでもう片方普通の緑のネズミって言ったら俺ぶっ殺すからな。今回はキラリオスケだろ。でもみんな何したかちょっと、おい、なんで俺に入れてんだ。絶対キラリオスケだろ、お前だろ、お前絶対お前だろ。俺は何もできてない。まずはもう使い終わったから、ね、俺ももう使い終わったから何もしてない。俺ももう殺すことしかしてないから別に。ちょっと俺言ってなかったんだけど、で、インベスティガーターね、初日にキラリオスケ見たら、うん、緑のネズミと青の魔術師だったのね。俺多分バカなんだけど、そのエゴが真のインベスティゲーターでしょ。俺はガチ格でバカだ。だから俺もバカなんだよ多分。今のところバカ4人で、うん、バカ4人で。ちなみにそういえばバロン何もやってないよな。バロンお前何なんだ。違うよ、バロン君はインポスターじゃない。違うんだよ違うんだよ。ちょっとお前が擁護するとすっげえ怪しく見えるんだよ。なんとか言ったらどうなんだ。バロ、殺すなら俺だけにしろお前はもう殺すんだよ。バロ、なんか言ってみろよ。お前何やってたんだ。いつも俺はトラッパーだけど、1日目も2日目も3日目も何もしてねえよ。俺はトラッパーだ、どこにも仕掛けてね。お前何してんの。とりあえずお前は何をしてるんだ。とりあえずじゃあいつ次殺すかやっとらずだよ。シクショーナイスね。ロックオーク。いや、エゴナイスだな。今夜はちゃんと仕事するか。絶対あいつイサギ殺した。観光地してやる。絶対食ったな、あいつ。嘘だろ。俺選ばれたの俺。ちゃんと仕事してんだ。あれ？あら、高橋が死んでる。あら、高橋。高橋って誰だ。バカだ。まあ、これは分かってた。言いたいことだ。一つリンの言いたい。俺トラップに引っかかった。それ仕掛けたの俺だ。おわ！今までトラッパーって言ってたのバロだじゃん。確かに。で、一人死んでるってことだ。これは確実かな。レオってバカじゃなかったの。バカだけど、行動はできるから。レオとキングは、この時点で白いからも隠しろだな。一つさえか、リンちゃんか俺。俺は無理だろ、どう考えても。あ、ネズミやったか。あ、でも赤のネズミの可能性もないか。いや、二人いる。まあ、ランダムでもらえるんじゃないか。リンちゃんはなんか自分のことバカって言ってなかったっけ。普通にインベスゲーターだよ。バロンのところに緑のトラッパーと赤のネズミって出た。ちょっと後出しすぎるな。あと1回はチャンスがあるぞ、うん、まあチャンスあるから、これバロンにかかってるかな、うん、あれバカ何人だっけ。ライチ、レオ、俺かな。あそこライチがバカやな。いや、イトシさんはネズミか。いや、ちょっとあのバロン、俺かレオンのところに近いけどいてほしい。おお、分かったぞ。ナンバーミンダブツ、また無言で死んだろこれおレオ兄ちゃんじゃねえか。ダブツが死んだ。ナムアミダブツって死んだぞ。ああバカだ。まあバカだろな。そうだ。まあまあってなるとバカが4人だろ。俺ライチ、レオ、サエ。おいキング、どうする、どっちにする。国神ちょっと、ちなみに俺は国神のところに置いたが誰も来なかったぞ。お俺言ってる。ナイスナイスナイス。なるほどな。ちなみに俺は出てないな、今回。俺もバカだから出てない。うん、出たら引っかかっちまうから出てない。これ下まつげでナンバーワンが一番くせんじゃねえのか。だいぶリンちゃんが怪しいかな。インベスティゲーターなのにもかかわらず、全然言ってないんだよ。これでさ、間違えたら、ここミスったら、次で死ぬ。バカ
しかねえのがきついな。だってこれ自分には受けねえんだよ。確かそうだ。自分無理だろ。いや俺目線レオカリンなんだけど。俺ねえだろ。あそうだ、さっきか、さっき引っかかってるもん、ね、じゃあリンだわ。まあリンでいいと思うぞ。いやでも正直今釣るのはめちゃくちゃ危ないよ。でもバローがそこまで言うなら全然いいと思う。どっちにしてもここでやんないと負けるんだよ。結局バローが死んで、バローが死んで結局選ばなきゃいけなくなって。あ、まあそっか、結局選ぶか。そうそう、まあまあ確かに。じゃあ今やるか。ちなみに俺はもうリンに入れたぞ。いやー、国が見えた。俺も下まつげに入れたぞ。オッケーオッケー。じゃあな、下まつげ。よっしゃ、ナイス。やるじゃないかよ。危ねえ。あれだけ発言してたからな、俺は。いや、ちょっとこいつ、ちょっとパッション不足な感じやってるから。いやー、惜しかったねー。あー、ナイスだったなー。バロンさ、お前、仕事しろよ。ほんとだよ。何してんだ、お前。だから言いたくなかったんだよ。何してんだ、お前。俺、黒なのに、バリッバリバロン君、かばいまくって、超黒くしてやったから。俺、黒塗りするんじゃねーよ。そういうことね。お前が何もしてねえからだろ。まあでも最後の方でね、ちゃんと知ってくれたから。まあ楽しかったね。